約束。この秋、早々には、帰ってくるよ。今から、数百年も、以前のことであるが、赤名宗右衛門が、義弟の、長谷部左門に、別れを告げるときに、こう言った。時は春で、ところは、播磨国の、加古村だった。赤名は、出雲の侍で、郷里を訪ねようと、思っていたのである。長谷部は、こう言った。兄上の、お国の出雲、役も立つ、出雲の国は、大相当ございます。それで、いつここへお帰りになるか、しかとした日取りを、お約束なさるのは、難しゅうございましょう。しかし、もし、その日がはっきり伺えますれば、大変幸せに存じます。そうしますれば、お迎えの、宴の用意もでき、また、角口で、お帰りを、待ち受けることもできましょうから。さあ、そのことなら、と、赤名は答えた。私は、旅には、よく慣れているので、どこそこまで、どのくらいかかるかも、大抵、前もって言えるので、しかとした日に、ここへ帰ると約束しても、間違いはしない。朝陽の、めでたい日にしたらどうだろう。それは、9月の9日ですね。と、長谷部は言った。その自分には、菊の花も、咲いていましょうから、ご一緒に、菊見にも、行けるわけですね。さぞかし、楽しいことでございましょう。では、9月の9日に、お帰りになることを、約束してくださいますね。そう、9月の9日にね、と、赤名は、繰り返して言い、微笑みながら、別れを告げた。それから、播磨の国の、加古村を後に、悠々と旅立った。長谷部左門と、母親とは、目に、涙を浮かべながら、彼を見送った。日本の古いことわざに、月日に積もりなし、という。早くも、いくつ月か過ぎ去って、秋が来て、菊の季節となった。そして、9月9日の、朝早くから、長谷部は、義兄を迎える用意をした。いろいろなごちそうを整え、酒を買い、座敷を飾り、そして、床の間の花瓶には、2色の、菊の花を生けた。すると母は、そばからじっと、眺めながら、こう言った。ねえ、お前、出雲の国は、ここから百里の上も、あるのだよ。それに、あそこからは、山越しの旅で、なかなか骨が折れて、容易ではないよ。で、赤名が、今日来れるかどうか、
当てにはならん。そんな、手のかかる用意は、一切、あの人の帰りを待ってからにしては、どうかね？いいえ、母上、と、長谷部は答えた。赤名殿は、今日ここへ帰ってくると、約束されました。兄上が、約束を破られるはずは、ございません。それに、兄上が、ここへ疲れてから、用意し始めるのを見られたら、私たちが、兄上の言葉を、疑っていたことが知れて、こちらの面目が、潰れてしまいます。美しく、晴れた日であった。空には、一点の雲もなく、大気は、澄み渡って、天地はいつもより、千里も広くなったように、思われた。朝のうち、たくさんの旅人が、村を通った。中には、侍も、混じっていた。長谷部は、来る人ごとに、目を配っていたが、赤名がやってきたと、思ったことが、一切出なかった。しかし、寺の鐘が、正午を報じても、赤名は、姿を現さなかった。長谷部は、午後もずっと、見張りながら待っていたが、無駄であった。日は沈んだ。が、やはり、赤名の来るような、気配はなかった。それでも、長谷部は、門口に立ったまま、往来を眺めていた。それから、しばらくしてから、母が、彼のそばへやってきて、こう言った。ねえ、お前、男心というものは、ことわざにも言う通り、秋の空のように、変わりやすいものだからね。しかし、その菊の花は、明日もまだ、生き生きとしているよ。で、もう、寝た方がよい。そして、なんならまた、明日の朝、見張ればよいからね。母上、ゆっくり、お休みください、と、長谷部は答えた。でも、私は、まだ、兄上が、帰ってこられると思います。そこで、母は、今に去ったが、長谷部はなおも、門口を去りかねていた。夜も、昼間と同じように、澄み渡っていた。空一面に、星が瞬き、天の川はいつになく麗しく、輝いていた。そして、村は寝静まって、静けさを破るものは、ただ、小川のせせらぎと、農家の犬の、遠吠えだけだった。長谷部は、なおも、待っていた。細い月が、近くの小山の後ろに沈むまで、待ち続けた。
この時になって、ようやく彼は、危惧の念を抱き始めた。そして、彼がちょうど、家に戻ろうとした時、遥か彼方に、一人の、背の高い男が、いかにも身軽に、急ぎ足で近づいてくるのが、目についた。そして、次の瞬間には、それが、赤名であることが分かった。おお、と、叫んで、長谷部は、飛びつくようにして、兄を迎えた。朝から今まで、お待ちしておりました。で、やはり、本当に約束を、守ってくださいましたね。でも、兄上、さぞ、お疲れでございましょう。さあ、お入りください。万事、支度ができております。彼は、赤名を、座敷の上座に案内し、衰えていた灯火を、急いで、かき立てた。母上は、と、長谷部は、言葉を続けた。今晩、少し疲れ気味で、もう、床についております。すぐに、起こしましょう。すると、赤名は、頭を振って、それには及ばぬ、という様子をした。では、兄上の良いように、いたしましょう。と、長谷部は言った。そして、温かい食べ物や、酒を、旅から帰った、兄の前に出した。赤名は、食べ物にも、酒にも、手を触れないで、しばらくみじろぎもせず、黙っていた。それから、母の目を覚ますのを恐れるように、声を潜めて、こう言った。さて、どうしてこのように、帰りが遅れたか、その訳を、話さねばならぬ。実は、私が、出雲へ帰ってみると、土地の者どもは、前の藩主、円夜行の恩義を、ほとんど忘れてしまって、先に、戸田城を奪い取った、戦守者、常久の関心を、求めているのだ。ところで、私は、いとこの赤名炭治を、訪ねなければならなかったが、このいとこも、常久に仕え、その家臣として、城内に住んでいた。いとこは、私を解きつけて、常久に、目通りさせようとした。私は、それに応じたが、それは主に、一面識もない、この新しい藩主の人物を、探ろうと思ったからだ。常久は、なかなか老練な武士で、非常に勇猛ではあるが、狡猾で、残忍な奴である。そこで私は、断じて、こんな男に仕えられないことを、知らしておかねばならぬと思った。ところが、奴の面前を下がると、常久は、いとこの炭治に命じて、私を引き止め、邸内に、押し込めさせたのだ。私は、9月の9日には、針前帰る約束のあることを、
申し立てたけれども、行くのを許しては、くれなかった。それで、夜陰に乗じて、城から逃れようと思ったが、しょっちゅう、見張りをされていた。そこで、とうとう今日まで、約束を果たす術が、なかったのだ。今日までですって、と、長谷部は、あっけに取られて叫んだ。城はここから、百里以上も、あるじゃありませんか。いかにも、その通りだ、と、赤名は答えた。生きている人間は、勝ちで、一日に、百里の道を行くことは、できないのだ。しかし、この約束を果たさねば、お前に、よく思われまいと考えた。そして、たま、よく、一日に千里を行く、という、古いことわざを、思い出したのだ。幸いにも、私は、対等を許されていた。それで、やっと、お前のところへ、来ることができたのだ。では、くれぐれも母上を、大切にしておくれ。こう言って、赤名は、立ち上がったが、それと同時に、すっと、消えてしまった。そこで長谷部は、赤名が、約束を果たすために、自刃したことを知った。未明に、長谷部左門は、出雲の国の、戸田城に向かって、出発した。松江に着くと、9月9日の晩に、赤名宗右衛門が、城内にある、赤名炭治の家で、切腹したことを知った。そこで、長谷部は、赤名炭治の家に赴き、その、不審を責めて、家族のただ中で、炭治を殺し、自分は、微笑も負わないで、逃れた。ところで、常久公は、この話を聞くと、長谷部に、追っ手をかけないように、命じた。というのは、常久公自らは、無法で、残忍な人間ではあったが、真実を愛する、人々の心を敬い、長谷部左門の、友情と、勇気とを、談笑することが、できたからである。